さあ、ということで気を取り直して頑張っていきましょう。編成はね、アイギス、ガリッチ、順平、メディッサンで来ております。で、装備をね、主に変えました。ユカリッチに弱点を補う装備を付けました。アクセサリーで。もしか条し件無て。効です。それはですね、一応、何度か戦って分かったこともいくつかあって、仲間のね、無効だったりとかは、二人同時に起こらなければ、ジョーカーの一撃が飛んでこないのかなと思うので、なので、弱点がバラバラになっていれば、案外ね、無効属性入れても問題なさそうかなと思ったので、今ちょっとお試しで入れてます。そうすればね、ゆかりっちも回復しやすくなるから、立ち回りやすくなるんじゃないかな。回復したいけど、ゆかりっちガードをしなきゃみたいな、テンションがね、結構あるような印象ではあったので。で、1ターン目はもう、とにかくダメージを与えること優先でいきます。あわよくば闇と番犬がクリティカルに当たってくれると嬉しいかなみたいな感じですかね。じゃあこの辺も作ったんだけどね、その装備のための素材を 取るためにレベル上げただけなんで、使う予定は特にないです。下げましょう。クリティカル当たってくれればランダマイザーにつなげたい。オッケー、4942ってこで、ここキャンセルでランダムエザで、めちゃめちゃダメージよくない？かなり入ったね今。いいねいいね。え、なんか火力すごいな。これどっちがいいんだろうね。力の方がね、順平あるんだよね、そのステータス的には。こっちで行くか。まあ、体力回復が支えとかあったら生命の炎でもいいんだけど。オッケーオッケー。なかなか1ターン目からダメージ与えられたのでは。あれ？ここの条件がよくわからんな。初手オラクルがまずかったのかな。この立ち回り方して飛んでこなかったんだよね。ぶっちゃけたこと言っちゃうと。え、もう一回やってみよう。あ、間違えた。しまったー。ペルさん変えてねえわ。やっぱダメージ量変わるね。さあ、ではちょっと気を取り直してやっていきます。完全に間違えました。ただ初手オラクルかなり大事だからなー。ウカちゃんのね、今更ながらテールギアゲージ溜める、溜め方というか、そういうのもね、分かったので、ハイアナライズとかすると溜まるっぽいので、ペルソナ変わったらどんどんやっていくといいのかなって感じですね。この状況はね、またやるとこだったよね。
さん行きましょう。オッケー。なんかチャージみたいな扱いだったのか、もしかしたら俺がちゃんと見てなかっただけかも。ダメージ量半分ぐらいだよね。はめてるのは確かアウトだと思うので、アイリスがあったはずなので、だとしたらまあまあそうなるかって感じか。まあまあまあ、ねえ、でかいじゃね。オッケーオッケー、飛んできませんでした。で、今世右ドローンなのでほぼ大丈夫。じゃあファイヤーならずやりましょう。この状況はまさかの、ガルダン、うん、ちょっとでもダメージかな。楽かじゃん。タルカじゃん。で、今世右ドラゴン。次がサタンさんでエルジャードだったり代表和気が飛んでくるはず。ダメージでかいね。なのでここはウルフェイスさんかな。とりあえず一発当てるか。ねえ、本来ならここでガードしたいイカリッチなんですが、装備ねつけてるので回復で立ち回れるはず。極力防御面攻撃面も固めておきたいので、アネビッチャーの時にねブスリ当たるから、当たりやすくなるから、そこが個人的なアタックチャンスですね。そこに照準持っていこうかなって考えてます。あら、ボタンズだ。ちょっと気絶状態なのはまずいね。かといってここ固めた方がいいよね。まだ真空波、まあ、この状態には変わりはないか。ちょっと順平はね弱点取られちゃうけどね、ここは難しいところで。結構順平にもねそういう装備をスキンさせてもいいんですが、そうすると向こうでガードできちゃう編成2人になっちゃうので、そうするとねブチッと飛んでくる可能性がリスクあるので、まあ回避ダイみたいなやつつけてます一応順平には。で次がビッチャンなんだよね。次チャンスタイムなんだよな。あーでも僕ちょっとこれ怖いな。そうか、ま、
サイギスにハマオンが飛んでこないことを祈るしかないわ。これウルギアの場面なら今ならいけそうです。来て、セレサナどうもです、助かりました。ジュンペイ君、集中しましょう。私かな。どこ来る、どこ来る。うわまあまあ、順平ならセーフ。僕はもうホームンクルス使ってもいいんで。よし、で、あのビッチャンだよね。なのでここ使いたいです。オッケー、普通のレカップなら大丈夫でしょう。そんなにリスクはないはず。で、マサカドさん、まだ次もちょっとどう来るかを警戒した方がいいよね。次アルセイヌさんに戻んだっけ。やるか。どうだろうな、激レバ攻めたいけど、攻める。攻める。いかんじゃん。ダウンショットね。この次のバスタが怖いんだよな。ここどうしようもないですもんね。あ、まあでも食いしばり発動まではいかなかったか。決断しちゃったけど。そっか、まあ、なんか思ったよりはって感じだな。そうなると、ハルカジャ、ここはちゃんとしておく。イートライさん、ネギドローン、次がなんか物理系のやつか。それならランダマイザー行っていいはず。で、メディアラハン、うん、クリティカル注意だな。レボリューション怖いね。ジークリオさん、ガシャンツ、イートライズだ。次は連続で、連続か。じゃあランダーでいいか、花嫁さん。ミディアラマン、
苦しくなりました。の力で。さあということで、やってやる。ここはいいから攻めたいね、できれば。この敵は解析済みですね。攻めの方でいきましょう。ペルソナ最終奥義バーニング大回転ジュペークラッシュ。かっこよかったろ。じゃあ、ピッソン行こう。遅いですよ。そろそろ3回行動になるよね。なんでいいか。じゃあヒートラインさん、もうね、当たり前の打ってくるの怖いよね。とりあえずランダマイズかな。連続アルセーヌさんのはず。ポンセ右ドラオンだっけ、次って。まあでも攻められるときにやるべきかな。なかなかチャンスないよね、グリッチのテールギアって特に打つ場面が。回復回復ってなっちゃうもんな。の力で。ビーム上がってない状態だからここ上げないんですよね。ガードしたい気持ちはあるんだよな、でも。ちょっと怖いけど信じよう。やっぱ攻めるのをね、ここだっては勝てないですからね。守りも大事だけど。一旦でもうね、準備万端になるからね、これ。やばいっすよね。今、ゆかりっちが発動したのかな。で、次は、サダンさんたちか。おそらく電撃来ると厄介ですね。ちょっとやってみせます。そうではなく、これ使うのありだよね、正直。他にはこの敵を解析させなら、ウルフェンサにしてアイテムで能力いじるか。あれ、どこ行った、どこ行った。これかな。まあ実質ランダマイザーですからね。で、回復。どうも、ありがとうございます。からの。集中しましょう。ペルソナ。ガードギルか。そうくるか。ということは、ライフボス。ただ注意すべきなのは3回行動。ガシャンツ。まあ耐えた。でもヒートライザー、いやー怖いね。次アティスさんとアヌビちゃんの組み合わせが来るよね。
次かな、オラクルは。決断の時です。違う、ここちょっと持ってた方がいい気がする。うん、見極めます。この状況はもう変えたくないですね、できたら。魔法効果とかその辺飛んでくるよね、アドビッチちゃんってなると、反射したらおしまいなので、これが有効です。もう一回、次はこっちの番。この場面なら信じて。苦しゅうない、の力で。で、そうだな、どっち先来るかにもよるんですよね。先真空波だったらガードでもいいんだけど、難しいよねここ。戦闘継続です。フェニックスの出力が上昇中。私の願い、ペトラってことはレンジの石か。まあガードもありだったかな。いや、そうでもないか。いや、ガードありだったな。バンブスルテン、これは多分順平に飛んでくる。ただ耐える。まあいいがか。じゃあまあなんとかできてたのか。完全に運だけどさ。で、今チャンスタイム。調子は上々です。一応今チャンスなんだが、ちょっとな、怖いけど攻めの姿勢でオラクルで。ちょっとまずいね。ただここまでうまくいってるからなんとかしたい感はある。そうだな、そうではなく私の覚悟。朝門さんで、あ、待って、今反射だった。ワンチャンクリティカルで。おお ただ消費はしきれないか、これは。いや待て、アイギスはもう使い切ってるから。この状況は違う、私の覚悟。考えろ考えろ。ここ右ドランでいいのよ多分。どうだ、お、デカンスだ。飛んでこなかったね。しのいだか。けど割とピンチな状況、回復できなかった。ダムショット。ただアイギスの食いしばりってまだ未発動だよね。だよね、オッケーオッケーオッケー。
ここで使ってしまったが、しのげた。で、次メギドラの3連発。メギドラオンの3連発。かけてみる。もう多分これ使うともう確実に飛んでくるんだよね。やるか。ちょっと残るとは思う。ただうわー結構あるな。もうちょいだなね。一番良かったね。でも、まあ、ただこれうまくしのげばいけるわ。もうこれもうなんか兆しが見えたというか、なんかいける感覚がすごいした。今オッケーオッケー、決めましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。